はい、イカ戦闘中企画をまた若干久々に今回全員パブロ縛りでやっていきたいと思います。ということで1回でもやられたら一陣待機なので、ライフが1しかないので、めちゃめちゃ慎重にだけどパブロでめっちゃ前に攻めないと攻撃できないので、どうなるかというところ。1回過去に最後にやったのローラー縛りとかだったかな、あの時めちゃめちゃ攻めづらかったけど、こっちはね今全員このアーマー状態、スペシャルがアーマーのあれなんで固まって4人ちょっとずつアーマー入っていけば攻められるんじゃないか。みんな左から一緒に行かないと多分無理だから、ちょっとみんな行こう。誰か先陣切ってほしいんだけどめっちゃ様子見るなみんな。俺が一番前はね一番嫌なのマジで、その後動画虚しくなるから、誰か俺の前行ってほしいんだけど、ちょっと、いやでもあっち真ん中危ないよな。ちょっと守ってあげよう。あー遅かった。ごめん。いやー早速ちょっと人数不利になってしまった。ちょっと左から行かないと、みんなで固まっていかないと。あ、来た。危ない。スピア来た。これは？あ、帰った。アーマー来た。ナイスアーマー。やばい。ちょっと一回、気をつけて。きつい。あ、こっち一人しかいない。これ、いけそうじゃない？あ、無理。帰ろう。ちょっと危ない。ちょっと危ない。ちょっと一人で行かないで、団体行動しないと勝てない。うわ、またあんま吐かれた。きつっ、人数がきつい。今なんかめっちゃ攻撃できた気がしたけど、人数が厳しいです。やばい。あの子守れない。くー、守れなかったか。あ、一人やったよ。一人やったけど、まだ人数がきつい。ちょ。きついな。あ、やばい。逃げられる。くく。あ、待って、これ引き上げたんじゃない？渾身の俺の最後の一撃で、引き分けた気がする、いきなり。いや、なかなか全滅にはならなそうだね、これ。めっちゃやっぱローラー系パブロ系慎重になるから。次全員北斎で、っていうかさっき負けてたみたいです俺以外全員やられてたみたい。ちょっと最後お互い一人ずつやり合ってたみたいということで、改めて気を取り直して、北斎ちょっと射程の暴力いいかなと思って、もうスペシャルのジェットワークハク機でいるんだけど、まあちょっとね、さっき引きこもりすぎたね。てかまあ攻めらんないよね、パブロ全員とかだと。なのでちょっと射程の暴力という名のただのスペシャルを入っていきたいという思いで、あと2人は。でもウルトラハンコだね。ウルトラハンコどうなのこれまあ一気に来たら、あっ、待って、危ない、瞬殺されそうだな逆に。それは危ない。いやー、ちょっと怖いな。ちょっと固まりたい。あ、重ねてるぞこれ。倒せない、マジか。あ、でもアシスト入った。ナイス。一人やって。おっぶな。そしてこれでポンと。射程登りミスった。いやー、今のミスった。やば。全然倒せなかった。あ、一人ずつやられてる？一人ずつやられてんな。ウルトラハンコの投げが結構強いんか。多分今、2、3だよね。怖い。ウルトラハンコ怖い。ウルトラハンコ怖。え、あと一人どこ？あそこに人、あそこに二人いるのか。ナイス。このまま。こっち、いる。やばい！で、お。ちょっと俺のジェッパが下手すぎる。
うそ、倒せない倒せない倒せないんだけど、ちょっと待って。いや、なんかペシって言ったけど、え、どこ、あと1人、ちょっと2人いるから怖くて不用意に攻めらんない。うわ、逃げてくな。倒せない。もう縦横無尽に動き回るからやばいやばいやばい、囲まれて、おお、びっくりした、いたいた、え、どこいた、消えたんだけど。あ、あ、あ、え、あ、あ、ナイス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 、またアシストついて、え、これ全滅。まあだからこっちに3人残ってるから勝ちだよな。俺アシストばっかだったけど、射程の暴力のジェッパーのつもりが全然ジェッパー意味なかったけど、とりあえず北斎勝負は勝利と。パブロと北斎どっちが強いんだろうな、このルール。こっちみんなアシストしてんな。はい、3戦目パブロ北斎自由、まあ、つまり筆系なんでも OK という縛りで戦闘中ルール。お、いい感じに2-2になったかな。あ、2-3だった相手。あ、1-3、ちょっと自分あのスペシャルを見て分かる通り、あのいやらしい戦法を使います。もうひたすらちょっとミサイル撃つ戦法。あ、相手もそっか、1人か。ちょっと危ない危ない危ない、ひたすらミサイル撃ち続ける戦法でスペシャルめっちゃ溜まるようにしてきたんで。でもビーコンがいらないんだよな。あ、ちょっと1人でスフィア攻めて大丈夫。怖怖怖怖、いるよね、それいるよね。あ、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 これ、これいけんじゃない、これ。これいけそう、これいけそう。このジェッパーマン。いけんじゃない、やばい。あー、マジか。直やられした。いやー、一回ぐらい耐えると思ったけど。ああ。一番やってはいけない。やってしまった。あ、1-1やられて。今、2-3で負けてるかな。いや、一人目の死亡はマジで虚しいんだって。あー、1-1やり合って、最後一人。最後こっちパブロ一人になってしまった。で、相手二人。人数こうなるときついよね。やっぱ、まあ、ジェッパーがやっぱ強かったか、普通に。あ、死んだ。負けました。最後、葬式立てて。終了。いやー、ちょっとミサイル戦法マジミスったな。基本ハイパープレッサーみたいな超遠距離が強いから、まあ、ミサイルも強いだろうと思ったけど、ジェッパ1当てはつら。はい、ちょっと泣きのもう一回。ちょっとミサイルじゃなくてやっぱ最初の原点のアーマーに戻った。やっぱね、そんな筆使い慣れてない身からしたらサポートが基本だとは思うんだけど、ちょっと攻めすぎた。最後満身した。めっちゃサポートするよ。スペシャルはすごい溜まるようになってるから、とりあえず攻めすぎてない、大丈夫。早速アーマー、ミサイル来たからアーマー。怖い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 。ミサイルはやっぱ避けやすいかな、このルール。ただミサイルがめちゃめちゃ揃ったらきつくなりそうだけど。やばいやばいやばい、怖い怖い怖い。ナイス、よし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 、ナイス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 。ナイス、2人、やっぱ人数がちゃんと多いところでやるのがいいね。人数有利を取りつつ、危な危なで、ひたすら塗り、あ、ナイスナイス、あと2人、あと2人奥にいる。行く行く、誰かがアーマーじゃない、ジェッパした時に入っていくよ、アーマー。これ足すか、これ出そう。あ、避けられた。下手くそ。え、どこ行った、どこ行った。あ、倒した、倒した、倒した。あと一人、あと一人。これは干渉いける。あ、倒してる。どこ、見えないところで倒してた。干渉来たな。これ初めての干渉じゃない、4-0。まあ、完全に俺アシストしただけだったけど。ということで最後味方に頼って勝利。まあ、なんとかサポートしたっしょ、アーマーとスプリンクラーで。
まあ、キル力的にはやっぱ北斎の方が強いんかね。